ジャイアンツ対ベイスターズ、今シーズンの9回戦、ジャイアンツ先発はメルセデス。まず初回、ベイスターズは1番海老名、そして2番の桑原、3番佐野、3連打で1点先制に成功します。そしてここは坂本からセカンド吉川、ファースト増田陸渡って初回メルセデスは1失点。一方ベイスター先発石田健太、今シーズン2勝目を目指してのマウンド。この吉川尚輝のセカンドゴロの間にジャイアンツが1点獲得、同点に追いつきます。そしてワンアウトランナー3塁で岡本和真、今シーズン第19号のツーランホームランに巨人が勝ち越します。今日は非常にホームランが多く出た、そんな試合になりました。まずは華麗なバット投げ、浜のシーサー峰井の今シーズンの第2号のソロホームラン、1点差。さあそしてこのプレーもありました、ウォーカーレフトフライ、深いところサードランナーメルセデス、これはスライディングしませんでした、タッチアウト。堀からの素晴らしい返球もありました。そして3回の表、ベイスターズのキャプテン佐野、完璧な一振り、東京ドームの中段、3対3、佐野の一振りで同点に追いつきます。まだホームランはあります。吉川尚輝うまく対応して、今度もライトスタンド、第3号のソロホームラン、巨人が再び勝ち越します。そしてメルセデス、そして石田、両先発から継投に両チームとも入っていきました。伊能の後高木恭介、このセカンドゴロの間に4対4、ベイスターズ同点。この後坂本勇人、素晴らしい守備がありました。高木恭介もそのピンチをしのいだ、そんな回になりました。7回の表、ジャイアンツ桑原の後は今村、この辺りも佐野、ライト重信掴んで0.4対4、同点でゲームは終盤。さあ7回の裏、昨日ホームランのウォーカー、今日はバックスタンド横、勝ち越しの第15号ソロホームラン、ジャイアンツが勝ち越します、5対4。8回の表には平内登場、素晴らしいボール、アウトコースいっぱいで三者凡退に抑えます。そして9回この男が登場、守護神大勢、これがレフトフライ、大勢はリーグ単独トップとなります22セーブ目を挙げました。ジャイアンツ対ベイスターズ3連戦の2戦目、5対4でジャイアンツが制しています。